は私たちのライブへようこそ。準備はいいかな？さあ始まるよ。今私たちをつなぐ胸の中きらめくらい、私たちの熱いアイドル活動、最後まで一緒に思いっきり楽しもう。みんな一緒に歌うのです。踊っても結構、盛り上がってくれないと血を吸うわよ。それじゃあ最後まで楽しんでいこう。聞かせて、これは織姫学園長、関係者席でおとなしく見てるのがもったいないくらい、みんなほんと楽しそうです。水木、実はね、今度星宮にこのプロジェクトをやってもらおうと思っているの。トップアイドルのあなたには今はかなわないけれど、星宮をアイドルとして次のレベルへ上げたい。水木、興味があったらあなたも関わってみる？もしもこのプロジェクトをイチゴが成功させたら、イチゴは私を抜いて本当のトップアイドルになる。そうなったら私、思い残すことはありません。瑞希。お疲れ様でした。北王子先輩も、東堂先輩、
がり。血を吸うわよ。え？そんなに気を使わなくていいの。あなたも疲れたでしょ？あ、ありがとうございます。あかりちゃん、お疲れ。すみれちゃん、ひなきちゃん、お疲れ。よかったよ、ステージ。本当？高校の先輩たちと一緒なんてすごい。中1なのに学園の定期ライブに出してもらえるなんて。やる。ありがとう。星宮先輩にも挨拶しなきゃ。イエーイ。お疲れ様。最高に盛り上がったね。ああ、はい、失礼します。あかりちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。うわ、よかったよ、あかりちゃん。ありがとうございます。前より確実に上手くなってるよな。え、うんうん、なんだかどんどんしてきたよ、アイドルの匂いが。本当ですか？お疲れ様。いいステージだったわね。織姫学園長、ありがとうございます。ちょっといいかしら、相談があるの。相談？これを見て。え？星宮いちごスーパーライブ？そうよ、星宮、あなたが主役のスペシャルライブを開催してほしいの。すごいな。よかったね、いちご。うん。これは私自身からのオファーよ。それでキリアとしぶきにも相談。星宮と付き合いの長い二人には今回のステージ制作をサポートしてほしいの。やってもらえるかしら？はい、もちろんです。しぶきらん、あなたは最近ファッションショーのプロデュースもしてる。あなたなら衣装について面白い提案ができるはず。はい。そしてキリア葵、あなたは星宮の才能を一番最初に見つけた。私、わかるの。いちごはアイドルの匂いがする。キリアのプロデューサーとしての腕に今回も期待してるわ。はい。それでね、会場は先に押さえたわ。スターライズスタジアムよ。あ、そこって。そう、星宮が初めて水木のステージを見た会場。あなたがアイドルになろうと思ったのはあのステージを見たからだったわね。はい、私があそこに立てるなんて。ありがとうございます。お礼を言うのはまだ早いわ。成功させなければ意味がない。はい。いちご、あと少し上がれば私のところだよ。頑張ります。それから、このライブの正式なタイトルは自分で考えて。タイトルは大事。ファンの皆さんが一番最初に触れるものだから。後で慎重に考えないとな。もう決めちゃった。え？星宮さん、そのタイトルとは？大スター宮いちご祭り。え？あ、穏やかじゃない。ちょっと変で気になっちゃうタイトルは今も昔もアイドルの王道。いちごらしいかもな。いいです。やるべきことは山盛りよ。大スター宮いちご祭り、今までで最高のステージにしなさい。はい。ということで、大スターミヤいちご祭りの開催を発表します。大スターミヤいちご祭りだって。なんか楽しそう。歌にライブに音楽にお腹いっぱいになるステージにしたいと思います。歌にライブに音楽って、それ全部同じ。ではご質問を受け付けます。星宮さんのスペシャルライブとのことですが、星宮をスターミヤと呼び始めたのはこの俺、ティーチャーオブティーチャーことジョニー・ベップだ。つまり大スターミヤいちご祭りというタイトルには俺への限りないリスペクト果てしない感謝が込められてるんだ。星宮さん、大スターミヤいちご祭りとは変わったタイトルですが、そこに込められた思いを教えてください。とっさに思いついたんです。ほんと 0.1 秒くらいでな。
聞いただけで楽しいことが起きそうな感じがしてすごくいいと思いました。私も気に入ってるんだ。ちなみにスターミアっていう呼び方を考えたのはスターライト学園のジョニー・ベップ先生なんです。え、そうだっけ。私はイチゴがこのステージを成功させたらアイカツ界を代表する大スターになると思っています。そういう意味でもぴったりなタイトルかもしれませんね。では星宮さん、この大スターミヤイチゴ祭り、どのようなステージにしたいですか？そうですね。見てくださった方が素敵な明日を迎えられるような、そんなステージにしたいです。注目の記者会見の模様をお伝えしました。星宮先輩、いい？うん、きっと素敵なイベントになる。私手伝う！って言っても何できるかわからないけど。大丈夫、あかりちゃんなら。お姉ちゃん、なんかいいこと言ってたね。素敵な明日を迎えられるステージだって。いいわね。すっごいな、あんな大きい会場でやれるなんて。え、でもステージに立てることと成功させることは違う。皆さんの期待にきちんと応えないとね。さすがレジェンドアイドル。ご注文はお決まりですか？お決まりだよな。いちごパフェ特盛り3つお願いします。二人ともありがとうね。あ、うん、さっきアイドルックで二人のスケジュール見たけどすごく忙しいよね。なのにお祭り手伝ってくれて。それ以上言うのか。でもランは今度のスパイシーアゲハのショーの準備もあるし、葵は。それ以上言うのかい。葵はドラマの撮りが忙しいでしょ。それに手伝いたいんだよ。自分の仕事が忙しくったってね。スケジュールは調整するよ。葵、ラン、ありがとう。大スターミヤイチゴ祭り、絶対お手伝いしたい。始めるために内容が決まってなくても最初に制作発表をするの。よくあることなんだ。これからいろいろ考えなきゃ。じゃあね。はい、お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。あ、じゃなくて、あの、 お手伝いできることがあったら私にも手伝わせてください。うん、ありがとう。じゃあ今から一緒に来てもらおうかな。これから作戦会議なんだ。今から？はい。大スターミヤイチゴ祭り第1回企画会議だな。よーし、いろいろ考えよう。私も考えます。はい。大スターミヤイチゴ祭りおめでとうございます。私たち高校グリミングもお手伝いこのポーズ、いる？いるのです。みんな、ありがとう。差し入れです。じゃあ、会議再開。よーし、いろいろ考えましょう。あ、カエルちゃんだ。はい、ストロベリー。私もその会議参加するよ。え？
地方ロケ帰りだ。だから空から、このユリカ様も協力してあげないこともなくもなくもなくってよ。地獄はよてか狭、こんなにアイドルが密集してるところ今世界中でここだけだと思う。絶対そうです、こんなすごい場所他にありません。みんな忙しいのによく集まったな。いちごたんの晴れ舞台ですから。はい、改めてみんな本当にありがとう。さあ食べよ食べよ、スタミナもつけなさい。いただきます。私のステージもお客さんに満足してもらえるようにしたいな。どんなステージにしたい？何かテーマがあるといいんじゃないか。そうだ、私ね、あのイチゴのコメントすっごくいいと思ったんだ。あれ、どんなライブにしたいかって聞かれた時の答えね。そう、見てくださった方が素敵な明日を迎えられるような、そんなステージにしたいです。素敵な明日が迎えられるステージ、これがテーマだね。うん、いちご様はどうしてそのようなステージにしたいと思ったのですか？私は水木さんのステージを見て今があるから、私のステージを見た人もちょっとでも素敵な明日が迎えられたらいいなって思ったんだ。なるほど、みんなの分担は今度決めるとして、まずはイチゴ、ステージでやりたいことある？そうだな、歌。初めて水木さんのステージを見た後、水木さんの歌ったムーブ女がずっと頭から離れなかったんだ。私もステージのための歌が欲しいな。それいいです。ああナイスなアイディアだね。素敵じゃないの。はい、よし、今の星宮いちごを最高に輝かせる楽曲作ろうよ。うん、ポイントは誰に作ってもらうかだね。力のあるミュージシャンがいいよな。あと、いちごのことをちゃんと理解してくれる人。それで俺か？鈴川さんしかいないと思ったんです。はい、鈴川さんのバンドの曲すっごくかっこよかったし、鈴川さんはいつも真剣だから。そりゃありがとな。星宮の歌か、正直見えないな。俺の作る歌が星宮にとってベストなのか。でも一人いいやつがいるかも。ジョニー先生、ありがとうございます。 No problem。 で、会いたいミュージシャンっていうのは誰なんだ？鈴川さんが教えてくれた歌手のカノンさんです。カノン、俺は聞いたことないが。カノンさんは自分で作った歌を自分で歌うシンガーソングライター。私たちも初めて知りました。カノンは昔からの知り合いでさ、いい歌作るんだ。はい、星宮の歌を作るのはカノンにとってもいいことじゃないかって思うけど、あいつが作る気になるかどうかはわからないな。というわけで引き受けてもらえるかはわからないんですけどね。おう、そいつは心配だな。でもカノンさんの CD すごくいいよね。うん、私もずっと聞いてる。恋愛の歌が得意な人なんだな。生で聞くの楽しみだね。思うたわ。
ありがとうございます。やっぱいいな。うん、お願いしたいな、私の歌。ありがとうございます。片思いしてる時すごく励まされました。そう言ってもらえると嬉しいです。またライブあったら来ます。ぜひ。ありがとうございます。あのカノンさん、はじめまして。ぜひお願いしたいんです。今度のライブでお披露目する私の歌を作っていただけないでしょうか。え、突然のお願いで無理は承知なんですけれど、私何度もカノンさんの歌を聴きました。聴いているうちに自然と元気が湧いてきて、カノンさんの歌は失恋とか辛いことがあったとしても前向きに行こうって思える歌ですよね。ありがとう。今度のステージは見てくれた人が素敵な明日を迎えられるような、そんなステージにしたいんです。カノンさんならきっとそういう思いを届ける歌を作ってくれると思ったんです。お願いします、カノンさん。作るのに時間がかかっても構いません。はい、ギリギリでも。見た人が素敵な明日を迎えられるステージって素敵だと思う。それに私に頼もうと思ってもらえたのは嬉しい。ありがとう。でも私、どうすればいいかわからない。私が歌ってるのは自分のことなんだ。自分のことだから歌にできる。でも他の人のために作ったことはないんだ。それならまずは私のことを知ってもらえませんか。ここで私も歌います。ここにはアイカツシステムはありませんけど、歌とダンスは見せられます。私からもお願いします。お願いします。うん、3人のステージ見せてほしいな。ありがとうございます。改めてカノンです。よろしくね。
星宮いちごです。よろしくお願いします。ご注文は？あ、私たちはいちごパフェ3つ特盛りでお願いします。特盛り？いつもなんです。まあいいけど。へー、じゃあ私も同じのお願いします。私の実家はお弁当屋さんなんです。何でも弁当っていうお店で美味しいんですよ。へー、よく弟のライチと一緒に母を手伝ってました。どうしてアイドルに？葵がアイドル学校のスターライト学園に誘ってくれたんです。はい、そうなんだ。母も応援してくれて。持ち帰りなさい、おしゃもじをマイクに。それで持ち帰っちゃいました。お母さんに背中を押してもらったんだね。でも私が誘う前に本当のきっかけがあったんだよね。うん、トップアイドルの神崎瑞希さんのステージを見たんです。あ、知ってる、すごい人気なんだよね。はい、アイドルの人気を示すアイカツランキングでずっと1位を守ってるんです。へー、瑞希さんのステージは本当にすごかった。見ている時のことをあんまり覚えてないくらい圧倒されて、あんなアイドルになれたら楽しいだろうなって思ったんです。わかるな、その感じ。おう、歌を作るとしたらどういうのがいいのかな。さっき言ってた素敵な明日を迎えられるような歌ってどんなのだろう。そこをちゃんと考えないとね。ああ、明日を素敵にするためにはまず今日を素敵にした方がいいですよね。うん、私たちの愛活もそうだね。明日を良くするためには今日頑張らないといけないもんな。うん、私がいつも作ってるような恋愛の歌じゃなさそうだね。聞いたら昨日より今日を素敵にしよう、頑張ろうと思える歌、そして素敵な明日が迎えられる歌。私なりに作ってみるよ。ありがとうございます。こちらこそよろしくね。よかったね、いちご。どんな歌ができるか楽しみ。ステージ、瑞希さんにも見てほしいな。こんな時に連絡をもらえるなんて。瑞希さん、突然ごめんね。いえ、私も瑞希さんとお話ししたかったんです。おめでとう、大スターミヤいちご祭り。ありがとうございます。ちょうど瑞希さんにお願いしたいことがあるんです。ん？私と一緒にステージに立ってもらえませんか？ごめん、私は立てない。え？私ね、やめようと思ってるの。やめるって？アイドルを。どうしてですか？やりきったのかな。ずっと私はアイカツを盛り上げたいと思ってきた。私にいるべき場所をくれたアイカツを、その目的は果たせたと思う。それにトップアイドルであり続けるのは当然だけど楽じゃない。いちご、大スターミヤいちご祭り絶対に成功させてほしい。成功させたらいちごはアイカツランキングで私を抜いて1位になる。それはわからないです。私にはわかる。成功させればいちごは正真正銘のトップアイドルになれるよ。そうしたら私、アイドルに思い残すことはない。瑞希さん、私はあなたを待ってた。今思えばあなたを初めて見た時からずっと。
トップアイドルを譲るわけじゃない。あなたに奪われたいの。イチゴの時代を作って。あ、水木さん。私はただの警視総監じゃない。いけない警視総監よ。カーッと。はい、休憩。お疲れ様です。あ、イチゴ。水木さん、そんなこと言ってたのか。うん、そりゃ一人じゃ抱えられないな。水木さんはイチゴたちツイングスとの対決で負けても今もずっとアイカツランキング1位で。全く揺るがない正真正銘のトップアイドルだよな。うん、なのに引退だなんて。水木さんともっとアイカツしたいって思うけど止められなかった。水木さんが決めたことだって思ったら。うん、何も言えないよね。ああ、ステージにも一緒には出てもらえないってけど、もしも水木さんが大スターミヤいちご祭りを見てくれるなら最高のステージを見てほしい。だよな。うん、絶対最高のステージにしなきゃ。水木さんのことみんなには言わないでおこうと思う。水木さん自分から伝えたいかもしれないし。巨大イチゴパフェを作るのはどうですか？作った後はどうするの？皆様に、このメンバーやっぱすごすぎ。おはよう。おはよう。おはようございます。朝早くからみんなありがとう。この時間じゃないとみんな集まれないしね。朝日で溶ける危険はあるけど、やむを得なくもなくもないわね。あかりちゃんもありがとうね。いえ。じゃあ大スターミヤいちご祭り、みんなの分担を発表するね。まずはいちごは主役。それと総合プロデューサー。あくまでいちごのやりたいことをやるステージだからね。そしてプロデューサーは私。ランは衣装をコーディネートする担当。そして乙女ちゃんはグッズ担当。わあ、面白そうです。ぴったりだね。さくらちゃんはパンフ担当。で、しおんちゃんは生ドラマパート担当。うん、頑張るね。かえでちゃんは振り付け。オーライ任せて。それでこのゆりか様には何をさせようというのかしら。ゆりかちゃんは経理お願い。おう、お金の計算だね。吸血鬼にそんな細かいことを。変わりましょうか。やるわよ。実は私計算得意じゃなくもないんだから。なんで知ってるのかしら。では主役のいちごさんから一言お願いします。いや、星宮、みんな改めてありがとう。すっごく忙しいのに協力してくれて本当に嬉しい。本当のお祭りみたいなステージにしたい。だからみんなにも一緒に出てほしいんだ。え、いちご祭りですのに。うん、みんなで楽しいお祭りにしようよ。歌もドラマもいろいろあり、みんなで楽しくやって来た人みんなに楽しんでもらおう。星宮頑張ってますね。いちご祭りを終えたらきっと星宮は。ワクワクするわね。はい、パツ、はい、パツ、はい、パツ。収録をしちゃいました。これパンフの表紙の下書きなんですけど。もう、かわいい。じゃあ、おとんの。アイカツ、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 アイカツ。いちご。あ、天羽さん。え、私に新しいドレスを。ああ、私が衣装のことを打診したらそう言ってくださったんだ。
ぜひ作らせてほしいの。大スターミアいちご祭りで来てほしい。お願いします。私からお願いしようと思ってたんです。今まではそうだったわね。でももう違う。あなたに来てもらえるのは私にとっても衣装にとってもエンジェリーシュガーにとっても幸せなことなのよ。ありがとうございます。でも時間があまりないんです。大丈夫、本番までに必ず最高の衣装を仕上げるわ。楽しみに待っていて。はい。じゃあ詳しく打ち合わせしましょうか。まだいける？まだまだ大丈夫。水木さんに最高のステージ見てもらいたいもん。あ、カノンさん。輝きのエチュード。うん、ちょっと緊張するけど、まずは聞いてみてもらおうかな。お願いします。星宮さん、思ったこと何でも聞かせて。あのすごくいい曲だと思いました。でも何かが足りない気がするんです。何か？何かって何だろう。聞いたファンのみんなはきっと元気になってくれる。でもまだ何か伝え足りないような気がして。もしかして星宮さんが思いを伝えたい相手はファンの人たちだけじゃなくて。あ、私今思いを絶対に伝えたい人がいます。水木さんです。水木さん、もうすぐアイドルを辞めるんです。え？水木さんがアイドルを辞めてどうするのかわからないけど、何をするとしても素敵な明日を迎えてほしいなって。いちごの今があるのは水木さんのおかげだもんね。水木さんに伝えたいこともう少し聞いていいかな？
水木さんは私にアイドルを教えてくれました。大好きな全力で追いかけられる夢を教えてくれたんです。その時から私の新しい世界が始まって、水木さんは新人アイドルの私の手を取るみたいに一歩ずつ先へ導いてくれました。水木さんがいなければアイドルの星宮いちごはここにはいなかったんです。それまでの私よりいろんなことを知って、まだまだだけど少しは強くなったかな。これから先のアイカツで何があっても大丈夫、そう思える私を水木さんは作ってくれたんです。水木さんのおかげで何があっても進んでいけるから、だから私はありがとうって感謝の気持ちを伝えたいです。いい歌になるよ。私ね、いつもは目の前にいる一人の人に伝わればいいと思って歌ってる。みんなに伝えたいってぼんやり思うより、一人の人に絶対に伝えたいと思って歌った方が結局はみんなに伝わるんだ。思いの力強さでね。それにそういうの書くの私得意だよ。そういう恋みたいな気持ち。じゃあ待ってて、星宮さんの満足する歌に書き直すから。よろしくお願いします。星宮先輩の神崎先輩への気持ちは私にもわかる。だって私の星宮先輩への気持ちも一緒だもん。本番までやらなきゃいけないことはたくさんある。歌や振り付けを覚える他にも、乙女ちゃんの作ってくれたグッズのチェックに、さくらちゃんが作ってるパンフのチェック、生ドラマパートの脚本のチェック、そして衣装の相談。この他にイチゴには今天羽さんが作ってるプレミアムドレスがある。うん、星宮先輩のドレス楽しみだな。私にはこれがある、ドリーミークラウンのオデットスワンコーデ。さらにライブパートでやる曲目と曲順を決めて、日々は過ぎて、愛勝つ愛勝つ愛勝つ、いよいよ本番の前の日になった。え、衣装が？ああ、いちごが着るエンジェリーシュガーのプレミアムドレスが天羽さんからまだ上がってきてないんだ。さっき連絡してみた、今大事な刺繍をしてる最中だって。いちごに最高の衣装を着てほしいからこだわりたいって言ってた。うん、天羽さんを信じよう。ちょっとドキドキだけどな。明日はここがお客さんで満員になる。これだけ多くの人が楽しみにしてくれてるなんてありがたいな。みんなに笑顔を届けたい。なんだ、ライチか。まだ連絡来ないんだ。うん、どうかしたんですか？水木さんに見に来てほしいんだけど連絡が取れないんだ。え、明日本番なのに。うん、忙しいのかもしれないね。じゃあ私打ち合わせ行くね。はい。星宮先輩のステージ、絶対神崎先輩に見てもらいたい。こうなったら私が何とかしよう。話題を呼んでいる大スター宮いちご祭り、
ついに本番当日がやってきました。会場のスターライズスタジアムには多くのファンが集まっています。おはようございます。おはようございます。いよいよ本番、みんな怪我なくやっていきましょう。はい。天羽さんの衣装は届いた？ううん、まだなんだ。花柄の刺繍を丁寧に作ってくれているから時間がかかってるみたいだ。天羽さんだから大丈夫だとは思う。今心配してもしょうがない。まずはリハだね。うん。あかりちゃん？星宮先輩へ。私絶対神崎先輩を探してスタジアムに連れて行きます。星宮に聞いたのね、瑞希がアイドルをやめようとしていること。はい。星宮先輩は神崎先輩に見てほしいって思って今すっごく頑張ってるんです。だからそれを伝えたいんです。瑞希がどこにいるかは私も知らないのよ。もうオフに入ったの。行き先に心当たりとかは？休みが取れたらやってみたかったことをやるって言ってたわ。それって何だと思いますか？ん？月影さん、ありがとうございました。神崎先輩、やりたいこと多いな。でも、絶対見つけなきゃ。まずは、やりたいことその1、スイーツバイキング。こんなところにいたら目立つだろうな。神崎瑞希が来たなんてびっくりだよね。サインもらいたかった。神崎先輩、やっぱり来てたんだ。次行かなきゃ。やりたいことその2、思いっきりショッピング。神崎先輩、さっきの神崎瑞希じゃない？いない、遅かった。やりたいことその3、プールで思いっきりウォータースライダー。愛勝つ、愛勝つ。いないか。わー、あーい。楽しそう。いやいや、早く神崎先輩探さなくちゃ。はい、休憩です。いちご。はい、ありがとう。天晴さんの衣装届きましたか？いえ、まだです。そろそろまずいな。私たちがエンジェリーマウンテンに行ってカードを持ってこようじゃない。私たちの出番は始まってしばらくない。その間に天羽さんのところへ行ってドレスを受け取ってきます。でも帰ってこられるかな？私を誰だと思ってるの？この翼でひとっ飛びよ。イエス、行くよ。はい。お待ちなさいよ。みんな、ありがとう。やりたいことその14。すみません。って、ここ次の方、どうぞ。あの、人を探して。神崎先輩、本当にこんなことしたかったんですか？パンジージャンプ。ご来場誠にありがとうございます。大スター宮いちご祭り、まもなく開演いたします。今日までいちごちゃんかなり頑張ってたわよ。うん、楽しみ。僕は今マスカレードの2人の間に座っています。ライチ、マスカレードの真ん中だな。ドキ、お父さん鋭い。よかった。ん？間に合った。着席。瑞希はまだか。ス
ブラッシュの隣にミクルさん、そしてまぶし、地下の太陽こと光さんまで、すごいすごい。瑞希、来てないわね。来たな、主役登場。待ってました。じゃあ行こうか。またイチゴ、待たせたな。セイラちゃん、間に合った。遅くなってごめんね、収録が押しちゃったんだ。マリアは遅れるって聞いてる。まだ時間は大丈夫、きっと駆けつける。ヘリの準備、オッケーオッケーオッケーって言ってたよ。みんなありがとう。イチゴ、あなたがどなら私はね、大スターミアイチゴ祭り、私も精一杯盛り上げるよ。うん、じゃあ行くよ。みんな、私に力を貸して。今日この場所に来てくれたファンのみんなが笑顔になって素敵な明日を迎えられるように、思いっきり楽しいステージにしたい。大スターミアいちご祭り、ワンタイム。私たち、ハートのボリューム急上昇。
クリスタルマイクは返してもらう。警視総監、
こんなところにいていいんですか？私はただの警視総監じゃない、いけない警視総監よ。台本通り、ここで私たちが捕まったらドラマが終わる。どうにか時間を稼がないと。ここまで来て捕まるわけにはいかない。待て、逃げ続ければ時間が稼げる。そういうことね。私に任せて、絶対逃がさない。青い警視総監、もっと登らないと。一体どこまで。気をつけて。もう後がない。ドレスは間に合わなかった。怪盗スワローテール、覚悟しなさい。私が逮捕します。ドキドキして熱いステージはね。こちらです。どうぞ。ありがとう瑞希、間に合ってよかった。私の気持ちです。それに読ませてもらって気がつきました。私一人でステージに立ってる時にも瑞希さんに支えてもらってるんだって。思いを伝えて、ファンのみんなと瑞希さんに。フェアリーコーデのプレミアムレアドレス、春の妖精みたい。天羽さん、ありがとうございます。歌おう。
届くって信じて。ここに来るつもりはなかった。新しい時代を目の当たりにするのは少し怖くて。でも来てよかった。ありがとう大空。神崎先輩、あの星宮先輩は待っていると思います、あそこで。
水木、大空の言う通りだと思うわ。星宮はステージであなたを待ってる。大空、あなたも来るでしょ。わ、私大空、行きなさい。私は行ってあげて。あなたはイチゴが選んだアイドルでしょ。きっとイチゴもファンのみんなも喜ぶわ。それにこんなチャンスなかなかないわよ。これはアイドルの先輩としてのアドバイス。大空、行くよ。はい。大空。瀬名さん、すごいチャンスをもらったな。はい、でも緊張しまくりです。なら味方になってやるよ。このドレスでさ。お前が手にしてんのはスリーピングオーロラコーデだ。作んの結構大変だったんだぜ。上品だけどすっごい可愛い。天羽先生が星宮さんの妖精ドレス作ってるって聞いて、俺もなんか作りたくなったんだよ。その横に並んで立てるようなドレスをさ。早く行けよ、神崎さん待ってるぞ。あ、瀬名さん、ありがとう。スリーピングオーロラコーデ、私の味方、よろしくね。シャインウィッチコーデ、こんな風に使うことになるなんて思ってなかった。一緒に歌わせて。はい。君にスマイル、明日に夢、挨拶しよう。レディーゴー、ワン、ツー、スリー、ゴー。「小さな私だけれど」「夢は大きく進むべきアイドル」「全力で走るよ」「笑顔を届けたいから」「君が世界の隅に居
歌届いたね。すげえだろアイドルも。最後だけでも見られてよかったわ。いちごは大きくなったな。アイドルとしても。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。いちごたん最高のステージでしたね。大満足。大大大満足。みんなと一緒にこんなに盛り上がれたんだもん。あ、みずきは？そう。あ、アイカツランキングが。星宮が1位。おめでとう、いちご。穏やかじゃない。ありがとう、葵。トップアイドルなんてすごい。ありがとう。やったな。おめおめねっと。すごい、星宮先輩が。いちご、みずきさん。みずきさん、見に来てくれてありがとうございました。お礼なら大空に言って。彼女が私を連れてきてくれたの。ありがとう、あかりちゃん。いえ。みずきさん、あの、トップアイドルおめでとう、いちご。ありがとうございます、みずきさん。なんだか私、すっごくすっきりしてる。気持ちいい。いい歌だったよ、輝きのエチュード。あれは恋の歌ですけど。うん、受け取ったよ。自分に憧れてアイドルになった後輩があんな素敵なステージやれるなんて、勇気もらえちゃうよね。私もイチゴを見て、まだ歩いていけるって思えた。続けられる気がしたんだ、アイドル。みずきさん。昔、私のところまで上がってきてって言ったことがあるよね。今、イチゴは私のいた場所にいる。その場所に居続けるのは、とても大変かもしれない。私はトップアイドルとして、いつでも上を目指した。1位で居続けることによって、みんなを引っ張っていくのが使命だと思うようになった。そして気づいた時には、その高みから自分で降りることができなくなっていたわ。でも今、いちごのおかげで自由だった自分を思い出した。どんな夢でも描けた自分を。私はみずきさんに夢をもらいました。星宮いちご、私からつながったその夢を、あなたならもっと大きく羽ばたかせることができる。私の胸に再び光を灯してくれたように。もしも気を抜いたら追い抜くよ。今日はありがとう。みんなのところへ戻ろうか。はい、あかりちゃん。はい。今日はありがとう。これ、あかりちゃんに持っていてほしいんだ。私の夢、アイドルの夢、つないでほしい。はい。親バカかもしれないけどさ、ん？我が家はいつかレジェンドアイドルが二人になるな。親バカじゃないよ、もう間違いない。アイカツはもっと熱くなるわ。もっともっと、どこまでも行っちゃいそう。ええ、星宮は水木やみんなをこれからも突き動かしていくはずです。さあ、改めてステージの成功をお祝いしましょう。どうなることかと思ったけど、うまくいってよかったね。本当奇跡ね。皆さんの力が結集したからですわ。そうだね。ああ、いちごのステージ手伝えてよかった。むしろ参加できて光栄だよ。うん、とっても楽しかった。ありがとう、いちごちゃん。私こそ、
本当にみんなありがとう。やったね。やったな。葵、ラン、ありがとう。本当にありがとう。みずきさん、いちご。さあみんな、手をつないで。あかりちゃん、おいで。時間かかってもいい。よじ登っておいで。私、てっぺんで待ってるから。はい、絶対行きます。星宮先輩のところまで待ってるよ。ありがとう。
明日からも相方頑張るぞ。